岩手の県警の部隊が到着してまして、あの天道の消防部隊も到着して、はい、そんなになってるってことでよろしいですか。はい、了解です。今回の訓練は東北各県の広域緊急援助隊と北海道の部隊、さらには消防と自衛隊、あと医療機関からも訓練に参加してもらっております。具体的な現場設定を部隊に示さず、ぶっつけ本番のような形で救助訓練をやっております。部隊の対処能力の向上、現場指揮官の指揮能力の向上、関係機関の連携ですね、この辺の向上を図ることを目的にやっております。